皆さんこんにちは、市民レポーターの小野花子です。隣のお茶の間こんにちは。この企画では地域お茶の間創造事業に取り組まれている地域にお邪魔をしてレポートをしたいと思います。地域お茶の間創造事業を実施している地域では、子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らすことができるように、元気な高齢者が活躍したり、支援の必要な高齢者が身近なところで集まったりすることのできる居場所づくりや、高齢者のちょっとした困りごとをお手伝いする地域の支え合い活動などに取り組まれています。こうした地域では高齢者の見守り活動の充実や、支援が必要な方の情報の共有、高齢者の生きがい作りなど、さまざまな効果が生まれています。すでにとても賑やかな声が聞こえてきますが、私が今日どこにいるのか分かりますか？ここはしおりなんですね。今日はしおりお助け隊にお邪魔してレポートをしたいと思います。それでは早速レッツゴー。はい、皆さんこんにちは。お邪魔します。あ、皆さんこんにちは。お願いします。大勢の方見えますね。それではしおりお助け隊の皆さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。しおりお助け隊の代表をさせていただいてます大楽陽子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタッフの山口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、普段の活動内容っていうのはどのようなことをされてるんですか？順次来ていただいた人にワンコイン100円でチケットをとお菓子を、持って行っていただいて、好きなところへ座っていただいております。はい、みんなが集まってワイワイしゃべるというのが目的でございます。でこれは週2回やられてるの？そうです。週に2回火曜と木曜の午後1時から4時まで、自由に来ていただいて、はい、途中から来てもらっても結構ですし、で途中で帰られる人もおられます。ああなるほどなるほど、はい、もう本当に自由にラフな感じ で、はい、フラットね、はい、しおりお助け隊の活動を始められたきっかけは何ですか？きっかけはね、3年前に市がこれから高齢化が進む中で地域でお年寄りを支えようという取り組みをされたのがお茶の間創造事業なんです。それに応募させていただいて今に至ってるんです。はい、実はこれする前に微笑みサロンというのがもう20年前からずっと継続してやっておられましたので、その中のボランティアの女性の方がどうしてもカフェをしたいという希望がありまして、ちょうどこのお茶の間創造事業と合致してスタートしたんです。なるほど、はいはい、女性の力は大です。大ですね。代表が女性の方って珍しいですね。そうですね、他の地域では私も知ってる限りは男性が多いですけど、やはりうちは女性から立ち上げたというふうに、そしてしかもお年寄りの細かなサービスできるのはやっぱり女性ですので、私たち男性は陰から支えるという立場で行動しています。あ、なるほど、本当にそれもね大きな特徴なんですけれど、あと男性の方も大勢半分半分ぐらいでいらっしゃるのがちょっと私驚いたんですけれども、はい、そうですね、男性の好きな麻雀を、取り入れましたので、みんなが麻雀を覚えて、そして麻雀をしに来られる方、またカラオケもありますので、カラオケやらいろんなゲームしたりするので、みんな好きです。途中から来られたり、麻雀しに来たり、歌だけ歌いに来る人もおられます。そうです。じゃあ麻雀もここで覚えるっていう人もいたんですね。はい、そうですね。それはすごいですね。今やみつきになっております。それからもうすごい音がね、鳴ってますね。それとね、ここにカフェノートがあるんですよ。はい、
それだけおかげに来られる方もあるんです。そうなんですか。自分の日記のように。あ、そうなんですか。なんかそれもなんか全然違う。そうですか。ねえ、うん、初めて聞く。なんかちょっとあのホテルとかね、うん、行くともう今度いつもどれかわからないところに書いていくっていうのはあるんです。自分のちょっとあの思い出を刻むみたいな形でね。はいはい、あ、そうなんですね。粋なことをされてるんですね、こちらでは。師匠にお助け隊では最初からこのようなカレンダーを利用者の方に配布させていただいてます。また来れない人にもちょっと皆さんのところへ配らせていただいて日常どのようなことを生活されているか見守りをさせていただいてます。そしていつも山口さんがね、はい、送迎してます。どうしてもねこの場所が、うん、この時さかなり上り坂な上り坂ですね。私にとってはね足が大変は、うん、まあ、上りにくいと、うん、来にくいことで、うん、4人うちも迎えに行ってます、うん、そしてやっぱり迎えに行った時に人に来られないとね今日はどうしちゃったよ、はい、お互いお年寄り同士が見守りされてると思います、うん、はい、うん、そして、まあ、私たちこの修理お助け隊は子ども会との交流もさせていただいて7月は夏休み入ってから交流させてもらったり12月はクリスマス会を子ども会さんに合わせた曜日にさせていただいて子どもさんだけでなく父兄の方にも親御さんにも来ていただいて私たちのつながりを持たさせてもらってます、はい、かなり世代間のね、うん、つながりも 大事ですので、うん、お互いにこの世代がまた次の世代を守っていく、うん、見守る、うん、この世代が次のこういう循環形式になったと、うん、まあ、お互いがお互いを助けるっていうですね。まあ今の共働きとかですね、あと一人で住んでいらっしゃる高齢者の方がいる中でそういうふうにね助けると気楽にね利用してもらえる雰囲気作りがすごいなっていうふうに思います。子どもさんもねやはりお年寄りがおれないおられないと家庭ね本当にここへ来てやっぱ4世代ぐらいになりますんでね。そうそうですよね。もう本当にね賑やかでとてももう楽しみにしておられます。ほらでお年寄りと子供さんゲームしてね、うん、また子供さんはお年寄りに負けたらか、うん、お年寄りは子供に負けたらかという、うん、大変なんか頑張ってやる。ああ素晴らしい、うん、そういうところはそういう効果がたくさんあります。あ、はい、そうですね、はい、はい、それではね参加されてる皆さんにちょっとお話を伺いと思います。はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんね、もうしつこく賑やかな声が外まで、はい、聞こえてましたけれども、皆さんね、お若く見えますけど、今おいくつですか？100歳です。100歳ですか？本当ですか？見えないです。私の方がシミが多いんですけど。そうなんですか。大正6年生まれです。大正6年なんです。びっくりしました。本当。大正6年3月1日生まれです。ああ、そうなんです。ここには送迎してもらってるんですか？いえいえ、近いんです。あ、で自分で歩いて。そこですね。で歩いて見えますか？ほんで自分の足で歩いて、はいはい、そうなんですか。やっぱりここに来ての一番の楽しみは何でしょうか？皆さんといろんなお話ができますよ、うん、いろいろ聞かせていただくんで、うんうん、あ、それがやっぱりね、にほんまににぎやかなね、ここはぐるりと皆さんね集まってね、はい、皆さんこんにちは。こちらのグループも皆さんね元気そうで、今何を話されてたんですか？みんな誰が年が一番上かい。おばあちゃん100歳いってわけんだ、うん、元気やで。こっちのチームは一番の年上は誰ですか？おいくつですか？まだ誕生日はもうちょっとこんにゃけんど、うんうん、来たら、うん、90歳来たら、なんかひゃー素晴らしい、90歳もう素晴らしいですね。もうほんのね80ぐらいにしか見えませんよ。ありがとう。和光見えますね。和光見えたっても歩かしたらもう飽きません。いやだけれどもやっぱりここには来られるその楽しみっていうのは何でしょうか？うん、やっぱみんなとガヤガヤと喋って、うんうんうん、これが一番楽しい。ああ、そうですね。今ラジオ体操もね第1第2とあと
カラオケとかハーモニカもね、ティータイムの時にねされてたんですけれども、あの活動を始めてから何か変化したことや、あの苦労したことあったら、あの教えていただきたいんですけれども。あの苦労したいことは本当ないんです。あのやはりこうしてあの皆さんとあのつながりを持たせていただくということは、今まであの男性の方なんか特にお話を挨拶するだけでも精一杯でしたのが、今はもうお話ししながらまだいろんなことを聞いたり、いろんなお話をさせていただけることがもう本当にあのこれが進歩かと思います。はい、あの私たちの地域も65歳以上が4割近くになってきました、うん、だんだんあのお年寄りが増える、うん、地域になってきましたので、まあ、あのお年寄りの元気とそして笑顔を、うん、もういただきまして、そして我々ボランティアの方もの元気がもらえるということで、地域のつながりが深まり活性化に役立てるのかなと思います。そうですね、もう本当にね、あのこのつながりが一番大事ですので、もうできるだけあの今来られてる方以外の方にもたくさんの方にこれからも参加していただいて、あのこのしおりの輪がますますこう広まっていくように本当にあの願っています。はい、まあ、今日ねもう参加させてもらったけど楽しいのがねもう随分ねもう伝わったと思いますよ。今後地域お茶の間創造事業を始めてみようと考えている人たちへメッセージをお願いします。あの今後あのこれからあのされてない方地域の方にも、あの最初から大変とかあのどうしようということなしに、うん、もう本当にあのもう地域の方でもお互いがみんなが盛り上げをよししようというこのチャレンジ、まあ、チャレンジが大変だと思います。やはりみんなでこう盛り上げること、そしてもうあのできるだけあの他の地域されてない地域の方お年寄りが本当待っておられますので、ぜひとも立ち上げていただきたいと思っています。はい、今後お年寄りが増える地域になりますので、やはり、笑顔と元気のある地域づくりにはお茶の間創造事業は欠かせないものだと思います。ぜひ積極的にチャレンジしていただきたいと思います。地域の方はぜひ参加してほしいですね。はい、そしてこれから他の地域でもお茶の間創造事業にチャレンジしていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。もう今日は私の方が元気になったような感じがします。今日はしおりお助け隊にお邪魔しました。今度はあなたの地域のお茶の間にお邪魔するかもしれませんよ。それでは everybody have a nice day。 地域お茶の間創造事業では、自治会館や空き家などを利用した地域の高齢者や多世代間が交流できる居場所づくりのほか、居場所を拠点にボランティアやスタッフが高齢者の困りごとをお手伝いしたり、地域でお金が回る仕組みを作ったりする、地域の課題・特性に応じたサービスを提供する事業に取り組む団体を募集しています。今日ご紹介したような地域お茶の間創造事業を実施したいという団体の方は、ぜひご応募ください。お問い合わせは市暮らし支援課、電話 55-8110 までお待ちしています。